皆さんはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日はお鍋を作ります。最近やっとちょっとずつ暖かくなってきて、もうお鍋はね、次最後にしようかなぐらいで考えてる方もひょっとしたら多いかもしれないんですけど、視聴者さんのゆうかさんからキャベツを使って何か作ってくださいっていうリクエストがあったので、今日はもつ鍋を作りたいと思います。で、皆さんもつ鍋って一から作ったことありますか？私はありません。今っていうことじゃないんですけど、なんかいつもお店で食べるか、ネットとかで美味しいお店のもつ鍋キットみたいなのが売ってるんで、そういうの買って作ってたんですけど、すごくお手軽にそれができちゃうみたいなんで、今日は作っていきたいと思います。じゃあ今日は醤油ベースのもつ鍋を作って食べていきたいと思います。もつ鍋の材料はこんな感じです。作ってみてね。まず具材の準備をしていきます。キャベツは3センチぐらいのざく切りにしておきます。全部切ったら水洗いしておきます。もやしは40度ぐらいのお湯でこんな感じでもみ洗いします。こうすると青臭さが抜けて食べやすいです。ニラは洗って端を少し切り落とし、5センチぐらいの長さに切っておきます。もつの処理をしていきます。生のもつに小さじ山盛り1杯の塩を入れてよく揉み込みます。そしたらこちらを冷たい水で優しく洗って、水気を切ったら小麦粉を適量入れてもつ全体に優しくまぶしていきます。そしたらこれを2回ほどまた冷たい水で優しく洗って、次はキッチンペーパーでしっかり水気を切っておきます。スープを作っていきます。鍋に水 600ml と包丁で潰したニンニク1かけを入れて、和風だしの素小さじ2、鶏ガラスープの素大さじ1、みりん大さじ2、醤油大さじ2を入れて沸騰したら、まずキャベツともやしを入れて少ししんなりさせます。野菜がしんなりしたらもつを入れて5分ほどしっかり火を通し、最後にニラとスライスしたニンニク、輪切りにした鷹の爪を散らして軽く火を通したらもつ鍋の完成です。もつの出汁がたっぷり出てるよ。スープはしっかりした味だから野菜をいっぱい入れてね。締めはちゃんぽんにかける。じゃーん、できました。で、ちょっとね、一人用の土鍋がうちにないんで、もつはそんなに大量に入ってないんで、今日は野菜もね、たっぷり堪能していきたいと思います。じゃあ早速いただいていきたいと思います。いただきまーす。あー、美味しそう。プリプリだ。おいしい。全然臭みないですね。一回下茹でとかしてないのに、ちゃんと火も通ってて、すごく美味しいですね。もっと入れればよかった。野菜もね、もつのいいお出汁が出てますね。染みてますね。はい、今大体全部具材が食べ終わったんで、締めを作りたいと思います。もちろん締めはちゃんぽん麺です。中華麺がいい感じに煮込まれてます。美味しそうです。はい、ちゃんぽん麺を入れてきました。あ、箸がない。もつ鍋はね、この締めが美味しいんですよね。ごちそうさまでした。はい、一回下茹でして使う処理の仕方もあるみたいなんですけど、やっぱりね、もつの美味しい旨味とか甘みとかも一緒に溶け出ちゃうんで、スーパーにボイル済みのもつも売ってると思うんですけど、それだとやっぱり加熱済みなんで、お店みたいにね、プリプリしたもつの食感がなかなか味わえないので、生のもつがやっぱりいいみたいです。で、部位は大腸か小腸がプリッとしてて甘みがあって美味しいみたいなんですけど、なんかミックスホルモンとかのやつ
つだったらギアラっていう部位が入ってるからコクが出て美味しいってお肉屋さんに教えてもらいました。なので今日私はミックスの方を買ってみました。すごい美味しかったです。あとなんといってももつ鍋はねキャベツが美味しいですよね。リクエストをくれたゆうかさんありがとうございます。じゃあぜひ皆さんも今期最後のお鍋にもつ鍋作って食べてみてはいかがですか？今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。次はチャンボーイに吹きの。バイバーイ。